はい、どうもお化けゴーストです。はい、はいはいはい、お化けゴーストでしたでしたじゃないでしょ。あ、すいません、ちょっとなんか今週テンション低くてですね、はい、なんか後ろ向きな感じが言葉中にも見つかってしまったよ、レミチ。あー、今回第何回やっけ、10何回でしたっけ。16か17ですよね。うん、相当やってますね。17です。どうも、レミンです。あ、どうも、村上雄一です。テンション低いなテンションが低いというかね、体調が悪いですね、本当。あ、まあ、詳細は全くやらないんですけど、本当にもう寝ずに仕事とかをしまくっておりましてですね、うん、なんでしょうね、心も体もボロボロだ。うん、毎日問題が起きる。ああ、なるほど。来週こそは暇になるはず、来週こそは暇になるはずと思いながら、うん、週が変わるほどに忙しくきつくなっていく、この世界は間違ってるよ、うん、おかしいやろ普通に考えて。まあ、沈んでいる村上君に対して私は先日、はい、2日前ですね、はい、誕生日を迎えまして。あ、そうなんですよね。おめでとうございます。ありがとうございます。27になりました。あれびし、うん、いよいよ27になっちゃったね。なりましたね。やっちまったよ、27か。どう、27になって何か変わった？もう別にそんな変わるわけないんですけど、まあね、まあ個人的にパーティーを開きまして。らしいね。友人4人ぐらいに来てもらって、家で騒いでましたね。レビン氏の豪華邸宅で男が5人男祭りを繰り広げてしまったわけですか。そうですね。いやー、ね、Wii をいただきまして。え、Wii? ゲーム機ですよね。ゲーム機です。おー、でも早速オプーナとか買ってきて。オプーナを買う権利を与えられてしまったかオプーナ買ってやって、でもう結構このゲームね、まあ、今日のネタバレの一部になりつつあるけど、ゲーム自体はまあ普通なんですよ、うん、なんですけど、なんかちょっと速攻で道に迷ってイライラして。え、オプーナってどういうゲームなんですか。僕アスキーアートしか知らないんだけど、ね、まあ、こういうあの例のアスキーアートのヤルオのような、ヤルオにこうピコリンモコリンがついたみたいなやつが、なんか宇宙旅行に父親が昇進したみたいな感じで宇宙旅行に出てて、家族で、でその宇宙の宇宙船が何者かに襲撃されて墜落して、でなんか自分たちは奇跡的に助かったけど、子供が2人かそこらいて、でその中の子供の1人がオプーナで、でまあ不時着したところでお世話になりつつなんか金を稼ぐみたいな、まあ、両親が、まあ背景はよく分かったけど、多分そこからゲームスタートだよね。うん。ゲームは何に似てんの？ん？いや、なんかこういうのあって、内容聞くよりも、あのゲームに似てるとか言われた方が分かりやすいかなとか思うんだけど。なんやろうなぁ。似てんのない？スターオーシャン？いや、RPG なの？ RPG やで。あ、そうなんだ。うん、へぇ。普通に HP とかあって。バンバン。なんか僕は、僕夏みたいなゲームなのかなとかって勝手な印象を抱いてたけどなんかその辺さまよって、そうそうそう、無意味にずっとこう権利を買い集めては買わないみたいな無駄なことやってたいやー、まあね、始めたばっかりやねんけど、結構ねマップの構造が分かりにくくて、はい、あっちこっちに施設があんねんけど、どうやって行ったらいいのか、一回地下2階に行かないと、なんか同じ2階でも別の施設に行けないみたいな不親切な構造をしてて、うん、イラーっとしながらやってましたね。なんかそういうのってあれだよね、うん、クソゲーオブジイヤーとかに叩かれてそうだよね。まあ、でも結構それ以外の部分は割としっかりしてて、なるほどね、戦闘システムがまあ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 面白い。じゃあ何、投げ売りされるほどのもんでもなかったみたいな感じなんですか。そうですね、てか投げ売り別にされてなかったよ。1980円で買ったし俺、年出た年代を考えればまあ結構だいぶ安い方ですよ相当安い方ですこれは。
1980円で安い方ってことは、普段普通だったら2500円ぐらいで売ってるんだけどみたいな話。そういうことじゃなくて、中古って今めちゃくちゃ高いんですよ、ゲームの。あ、そうなの、なんでですか。マリオブラザーズ、ニューマリオブラザーズなんか4500円しますしね、中古で、うん、マリオですよ、普通の。定価っていくらなんですか。定価はね、あー、Wii はちょっと安いのかな。定価多分5、6千円やと思う。あ、でも5、6千のものが4500円とかあったら、うん、まあなんか、うん、新古品みたいなもんだね、それはね、うん、だから全然もう半分以下とかにはあんまならないね。特にプレス3なんかはもう元が7000円とかで、も、う、の、ん、によっちゃ、うん、それが安くなって4000円、5000円とかだからな。まあ、4000円だったら安いと思うけど、5000円だと、つかまあその1000円の違いは結構でかいね、そうなってくると。うん、ああ、なるほどね。何配信とかしてんの ?Wii とかで。まあまあ、やってますね。ああ、そうなんだ、うん。チョコボとか、チョコボ面白くてやってるわ、今。なんか、先週多分さ、うん、ゲームショーの話とかしたと思うんだけど、うん、ゲームショーとかビータの話をしたと思う、ね。やったね。ビータとか言っちゃって、ビータですね、ビータ。うんうん、ビータの話をしてると思ったら、Wii を買ってきたレビンシア。買ってきたとかもらったくなるんだけど。うんうん、そうなんですよ。ああ、そうですね。ソフト買いに行った時に、本体のとかもチラチラ見てたんよ。で、3DS が中古で結構出てて。はいはい。あれって今、3DS って1万5000円じゃないですか。1万円下がって。はいはい。で、もう中古も1万3000円とか1万3800円とかで、なんか、全然変わってないですね。1200円で新品やったら逆に出すわって感じじゃない。まあそりゃそうだよね。うん、なんかそんなんですよ、はあ、全然ね、値下がらない、はあ、DS ぐらいの時から顕著で、うん、DS のマリオカートとかポケモンとかって全然値段下がらなくて、俺発売から半年、DS ライトが出てから半年か1年ぐらいしてから DS ライト買って、それと同時にポケモンとマリオカートを買って、はいはいはい、うん、でまあちょっとだけやって放置してたんですよ、1年ぐらい。でもう、あ、どうせ放置してるんやったら売りに行こうと思って売りに行ったら3000円とかで売れましたよ、はい、なんかお高いですよね、うん、3000円って、うんうん、全然下がらないんですよね。なんか不思議だね、うん、あんまりみんながゲームやらなくなったせいで、うん、単価が上がったってことなのかな。そうなんでしょうね、あんまり作ってもないんでしょうね。なんか不思議だな、やっぱりみんなソーシャルゲームばっかりやりまくってんのかね。なんか実情どうなってるのかよくわからん。多分ゲーム業界の中の人もあんまよくわかってないんじゃないかなと思うんだよなんかね、人によって言ってること違うし。なんかちょっとお便り読んでいいですか。ああ、どうぞ。直接関係ないんですけど、うん、ゲームの話をしているのでね、ワンブックさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。村上さん、レビン、こんにちは。ん、はい、こんにちは。毎週楽しくマインスイーパーをしながら配置をさせていただいております。あ、突然ですが、私は子供の頃すごく欲しかったゲーム機があり、うん、何とかして親に買ってもらおうと頼み込んでみたものの、うん、値段が5桁の時点で見向きもされず、あっさり旗を巻く結果になったのですが、はい、ある日、ある時雑誌にそのゲーム機が抽選で5名に当たるという検証が行われていたのです。それに目をつけ、家にあったハガキ約40枚をかき集め、うん、祖父にハガキの書き方を教わりながら宿題もやらずにせっせと書き上げ、ポストへ急いだのですが、うん、何を思ったのか、当時の私は一つのポストに40枚全部入れても当たらないかもしれないなどと思い、自転車で町内を走り回り、応募ハガキを4枚ずつ10箇所あるポストに投函したのです。結局はそんなことをしても意味がなかったのか、その検証を当たらず涙を飲んだという経験は特に私はないのですが、うん、ないんかい。お二人は検証や福引きで商品を当てた経験はおありでしょうか。ないんかい。アイスの当たりも夜勤のエンゼル、駄菓子の日曜円当たりとかでもいいです。あ、それでは今後は毎週日曜はこのラジオと楽しいマインスイーパーで過ごしていきたいと思います。頑張ってください。はい、これはないのかよ。ないのかよね。ああ、なるほどね。作り話か。かなり抽象的なこと言ってるなと思ったけど。え、何やったっけ、質問は。うん、なあ、福引きとか検証当たったことありますか。ああ。あるね。おお、すごい。AM179 か1008か忘れたけど、うん、でやってたミュージックパラダイスっていう番組があって、はいはい、まあ、音楽をこうチャートで紹介するラジオ番組。ラジオですね。があって、で、それ
になんかね、毎週こう、この曲来週これないでしょみたいなクイズというか、やつがあって、うん、それに送ると抽選で1名に毎週1万円が当たるっていうのがあって。うわ、すげえ、1万円当たったの？当たりましたよ。すっげえ。俺忘れもせんわ、あの、スマップの大切っていう曲があって、くっそ前の曲ですよ中俺ら中1とか中2ぐらいの時の曲で、うん、それが俺5位って書いて送ったら5位やったんですよ。で当たりましたね。なんか他に5位ってした人いないのかな、要するにそれ。いや、めっちゃいると思いますけど。あ、逆に。あ、でもね、当たっいないのかな。俺の同級生も当たってからね。うん、あ、そうなの、すごいね。別の曲で。うわ、まあ、なんかその、うん、まあ、まず山を当てる必要があって、うん、そこからさらに当てた連中で抽選ってことだと思うんですけど、うんうん、結構山当てた段階で確率は高いのかなっていう感じがしてくるね、印象。そうだね。で、なんか何票来ましたとかも、あの、それ一緒に送れるのよ、うん、あの、この曲がいいですっていうののランキングやねんよね、はいはいはい、独自ランキングなんやね、だから、はいはいはい、完全にハガキの票数だけで。あー、なるほどね。なんで、毎回その曲と同時に何票って言うんで、で1位がなんか1000ぐらいで、はい、で、まあ、10位が300ぐらいなのね。300か、うん、なんで全部合わせたら5000とかかな。毎週でしょ。うん、結構いくね。うん、で毎日ですよ、毎週毎日ですよ。毎週毎日か、すげえ、うん、月曜日から金曜か土曜までの帯でやってて、毎週あの、ま、曜日によってパーソナリティが違うってやつで。はあ、その中の一つで当たりましたね。これ、なるほどね。うん、僕ありますよ。お、何ですか。僕昔あの、まあ、コンプティークっていうメロゲー出したじゃないですか。うん、それの検証で、うん、うんと、まあ結構前ですけど、カノンがあってさ、はいはい、カノンのポストカードコンプリートセットを、うん、ゲットしたことがあります。へえ。まあいわゆるなんかポストカードなんで、あのハガキ代ですけど、はあはあはあ、ポストカードホルダーみたいなのと一緒に、うん、なんかいわゆるまあキラーカードみたいなやつが2枚1回入って、まあ、コンプリートだからね、入ったやつがガーッときて、うん、まあ一体1万円の価値があるのかどうかは分かりませんが、うん、それをゲットしたことがありますね。多分2名だったかな、それは。へえ。したことがある。なんかそれ、その検証ってさ、うん、当選の発表は発送を持って、ああよくあるやつ系ですか、はい、デビッチのやつ。あ、俺のはね、あの読み上げられるんですよ。あ、マジで。いや、僕も兵庫県の何々さん、そう、おめでとうございますみたいな、まあ、兵庫県のレビンさんだよね、要するに、うんうん、いや僕もなんか普通にさ、まあ、雑誌の検証だから当然だけど、後ろの雑誌の後ろの方に当選者発表がでバーッと名前入ってて、おー、いたみたいな。あ、いたんですけど、これもん面白い問題があってですね、うん、僕これ送ったんだけど忘れてたんだよね。じゃあ友達が、おい村上、お前名前載ってるぞとか言われて、なんでお前見てんだよとか思ったね、普通に。しかもそんな細かいところ発見してさ、お前載ってるよって、待ってくれよ、なんでお前そこ、ことこまか見て、お前送ってんのみたいな。送ってたとしたらしないけど、送ってなくてそこ見てるとしたらおかしいだろとか思っちゃってさ。おかしいね。まあそういうなんか面白い記憶ありますけど、まあ当たるもんだなと思いましたね、あれはね。そうだね。もう一個あるんですよね。まあまあ、まあ、すごいね。まあ同じような話ですけど、そのラジオで、はい、何やったかな、なんか、なんでか忘れたけど、まあ、朝番組ですよ、はいはいはい、でね、なんかラジオが当たるってやつだったんですね、携帯ラジオが。うん、結構いいラジオなんですけど、それが当たったことありますね。なるほどね、うん、あとは何かな。まあこれちょっと違うかもしれないですけど、うん、僕あの一時期っていうか結構ついこの前まで音ゲーすごいハマってて、うん、でゲームとかしてた、あのドラムマニアとかすごいやってたんですけど、うん、あのでさ、コナミのあのゲームってさ、うん、あの実際のアーティストとか結構使ってるせいで、うん、あのスピンオフ企画で実際にそういうアーティスト呼んでライブとかしたりしたんだよね、うん、でそのライブなんだけど、まあ、ほとんどファンミーティングみたいなもんで、うん、普通にチケット買えなくて、ゲーム中に何曲やって、うん、何回クーポンをゲットするとその引き換え券がもらえて、うん、とか抽選券がもらえるみたいなやつで、うん、まあ、それ当ててライブ行ったなみたいな記憶あるけど、まあ、そんなに抽選感もないから、うん、どうかなと思ったけど、そういうことはありましたね。あ、なるほど、はい、最近は辛くしやけどね、俺。あ、宝くじ結構買ったりしてますけど。あ、そうか、宝くじ買ってるもんね。うん、
もう300円さえ当たってないですよ300円は本当は当たるはずだからね。いやでもね、まあ、3枚しか買ってないんですよ俺毎回。あ、3枚だと当たる確率10分の3に下がっちゃうじゃんね。うん、なぜかというと俺は1等と前後賞を3枚で取り切るって思ってるからなんですねまああれだよね、3枚買うと当たる確率が生じるからね。そうですね、なかなか計算高いんだか計算高くないんだかよく分かんない話です。大穴を100円だけ買ってるみたいな感じですねじゃあもうちょっと読んでいきますか、はい、お便り。お願いします。なんかヘビーなお便りもあるんだけど、ヘビーじゃない方がいいか、うん、ジアンピさんからいただきました、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。村上氏、ポジティブ太郎氏、こんばんは。誰がやねポジティブ太郎ってポジティブ太郎なんだこれ結構前のネタだね。早速ですがお二人に相談です、うん、僕は現在大学4年なのですが、うん、今までサークル等に入らず一つの触れ合いが少なかったため、うん、ラスト学生生活をエンジョイしなければと思い立ち、最近ようやくオフ会や合コンに参加するようになりましたオフ会、うん、しかし遊ぶ回数が増えれば増えるほど一人になった時の虚しさや残された学生生活の短さに対する焦りを強く感じます。贅沢な悩みかもしれませんが、このような状況をポジティブに捉えるにはどうすればよいでしょうか。新谷涼子が MC を務める某絶望ラジオのポジティブアドバイスをよろしくお願いします。ポジティブ、ああなるほど。あ、ちなみにさ、うん、この某絶望ラジオのポジティブアドバイスっていうのはどういうもんかというと、例えば、うん、例えばレビン氏を使うとしたらば、うん、レビンさん120キロもあるんですか、すごい、それだけ世界に対して存在感があるってことじゃないですか、いや素晴らしい、いいな、だって私なんて60キロもないから、あとよりも3分の1も、あ、2分の1以下の存在感しかないんですよ、羨ましいみたいな感じでこう褒めたたえるみたいな。褒めたたえてんのかそれあ、まあ、ポジティブみたいな感じでそれはなんか頂着したいですよ俺は、もうビシバシと。いやまあちょっとまあ絶望先生のラジオだからね、うん、ちょっとまあそんな感じです。まあそんな感じしなくていいと思うんだけどね。でらしいですが、どうでしょうね。はあ、ポジティブにね、これ普遍的な話だよね。でもね、まあ、うん、その焦り焦りを捨てよう。まあどうやったら捨てれるんですかって話じゃない。そのまあこれはとりあえず留年とかしたらもう一年伸びるんだいや、人間革命しましょう。あと一人になった時の虚しさって、うん、あ、まあそれどうにかするアイデアも出したいところですけど、うん、基本的にもう本当に普遍的にそうだからね、うん、遊ぶ回数増えれば増えるほど一人の時のギャップが増えるって、そりゃそうで、多分このジアンピッシュに限らず、うん、遊びまくってる人はそういう気持ち抱えてると思うけどね。なんか一時も絶え間ずに遊び続ければいいんじゃない。この時間からレビューした、その、この時間からルーツした、その、この時間から村上、その、この時間からっていう感じで。あんま、なんか、完全に腰が、一人の状態のところに座ってて、ね、なんか誰かと遊んでるときはもう、俺は遠征してるって思ってますから。ああ、レビューしね。うん。なんで、あんまりその、一人のときに、こう、はっ、ここは俺の本来いる場所ではないみたいなことは別にあんま思わないですね。まあ、寂しさっていうのは、うん、だからさ、うん、ドラえもん症候群というかさ、ドラえもんがいなくなったらガランとしちゃったよみたいなのっていうのはまあ一般的にあると思うんだけど、うん、まあ慣れの問題という感じもするし、突然やったらまあショックはでかいんじゃないかな、やっぱり。ああ、なるほどね。元がそっちだとね。僕は、むしろちょっとね、最近人とかと会いすぎて疲れたので、少し一人になりたいなとか、そういう気持ちありますけどね。何もねだりですよ、こういうのは。と言っててもしょうがないから、ポジティブに捉えるためにはどうしたらいいですかね。そうですね。まあ、まあ、でも、一、はい、人の状態を基本にしよう。そうね。そうかもね。一人の状態、人はみんな一人、カイジのあのシーンを思い浮かべてください、あの鉄骨渡りを。それ俺の著書の後書き、あと終わりに書いたシーンじゃないですか。マジですか。そうだよ大変感動的ということで、講談社ボックス部長からも大受けの開示のシーンですよ。77話かな、希望、うん、一人一人がこう鉄骨を、全員が一人の鉄骨を渡っているのだみたいなシーン、あれを思い浮かべましょう。だが通信はできる。そうそうそう、そうだ、通信はできる、うん、サハラお前がいてくれて嬉しい。
なんか、うん、すごい話やってきたね、うん、あれを思い浮かべて、なんかそう、はい、通信をしているんだみたいな感じでこう、そう、レビン氏は個室で一人なんだけど、うん、配信とかしてチャビンと繋がってると寂しくないとか、そういう話。そうですよね。だって俺なんか俺の生活なんとかね、そういうのがなかったらもうほんまずっと部屋の中でなんかじーっとしてるだけの、わけのわからんことですよ。通信は一方通行だけどしてるだけでいいとかって会社に書いてたよ。うん、まあ一応インタラクティブにやってますけど、それで全然なんていうか紛らわされるというか、うん、うん、できますよ。まあとにかく逆に言ったら一人になった時むなしいっつうのは、一、うん、人になった時何もしてないからだから、うん、まあなんか別に SNS やったっていいと思うし、まあ、配信やるとは言わないけど、うん、勉強とかしたら、はあ、勉強ね。だってうちに帰って、あ、いや、まあうちに、まあもちろんやっぱり寂しいのはあるだろうけど、うち、ん、に帰ってすることがあったら多分寂しさとかも減免されると思いますよ、うん、ああそうですね。趣味が欲しいっていう人もいるね、うん。まあ、学生生活の短さに対する焦りを強く感じますって言っても、うん、あの多分ね、学生生活短いからもっと勉強しなきゃとか、うん、まあ、就職活動の悩みがないから多分内定があると思うんですけど、うん、まあ学生生活が残り少ないっていうことは、うん、そう、虚しさを感じてる暇ないってことですよ、うん、逆に言えば今やれること全部やった方がいいよ。勉強でもいいし遊ぶのでもいいし、うん、うん、まああとやっぱり学生になってからと社会人になってからは、うん、まあ、僕とかレビン氏みたいにね、変な感じで27歳とかに突入でもない限りはちょっとね大きくステージが変わるので、ね、うんうん、まあいろんな人と会った方がいいっすよ、あとは、うん、学生生活、うん、本当に虚しさを感じる暇もないほど人に会ったらいいんじゃないですか、うん、とか思いますかね。なるほど。まあもし他にも同じような悩みを抱えの皆さんいたら、うん、むしろそんな皆さんでご助会とかを作って、うん、団結して乗り越えるというのはどうでしょうか、うん、ありだと思います、はい、もう一個くらい読みたいな。はい、行きましょうと思ったんですけど、ヘビーなのが多くてね。あ、ヘビーだな、みんな。やっべえ、どうしよう今回はライト会ということで、ライト会のつもりだけど、こんなこと言うんだったらライトじゃなくなっちゃう、どうしよう。レビン氏、でも読んでいい？いいよ。分かった。あのさ、上と下どっちがいい？上でいきましょう、ポジティブなんで。分かりました。じゃあ、つぶあんさんからいただきました、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。レミンさん、村上さん、はじめまして、こんにちは。こんばんは。おばけゴースト、毎週楽しみに聞かせていただいています。ありがとうございます。今回は主に村上さんへのご相談なのですが、うん、よろしく ければお答えください。うん、村上さんはさまざまな作品を見て書く、読んで書くことで批評されていますが、中には当然自分から手に取らないような作品も含まれていると思います。うん、そういった作品を批評材料として取り上げなくてはならなかったとき、どう対処、かっこはてな、かっことじしていらっしゃるのでしょうか、うん、というのも、私は友人に勧められてゲームや本を借りることが多いのですが、うん、最近、どうしてもこれやってと言われて BL ゲームを押し付けられてしまいました当方一応女ですが、正直なところ BL がとても苦手です。ああ、かといってユリが好きというわけでもないですが、うんうん、オタク女子イコール腐女子認識いくない、しょぼーん、うん、とにかく一度は断ったのですが、何度も何度も絶対いいゲームだからと勧められて、うん、ジャンルで襟好みするのも良くないかと思って借りはしたものの、結局手をつけられずにいます。うーん、やっぱり返そうかと思ったのですが、終わったら感想を聞かせねと先手を打たれてしまい、後に引けなくなってしまいました。あ、こういう気は進まないけどやらなきゃいけないゲームまたは本などを比較的サクッとやっつけられる方法がありましたら、ぜひお聞かせください。よろしくお願いします。PS、リライトのネタバレはもう少し後にしてくださると嬉しいです前回微妙にあったねまあ前回から全く俺は進んでないんで大丈夫です。ああ、忙しいですね。意外と、うん、あ、女性なのにリライトやりたいとか思ってる感じなんですかね。うん、うん、なんか内容 長さだけ違うね。もう一つのやつも結構僕よりの質問だったから、どっちかって感じだったんだよね、うん、これはどうでしょうね。うん、やるしかないでしょやるしかないよ。やるしかないんじゃないですか。まあ、とりあえずコントロールキーをしっぱでやる、うん、やるっつってもな、 BL ゲームいろいろあるよね多分ね。ときめもみたいなゲームだったらさ、細かい操作とかでパラメーターとかを調整しなくちゃいけないだろうし、うん、うん、まあいろいろコースがありますよこれ。僕の中で対処法の、あ、例えば、はいはい、ネットとかを超検索して、評価を10
バージョンから集めた後それらを統合してそこに自分なりの解釈を含めさもやったかのようにする。あ、俺それ今思い浮かべてました、うん、そうだよね、まず一つ、うん、まあもう一つは、うん、まあとりあえず消化するかな、ガーッとコントロール、そうコントロール気をつなり、まあダメならダメだと思うね、これははっきり言って、まあ、真面目にやるコースですね、うん、まあ、修行と思ってやるみたいな、うん、でこのバリアントというかバリエーションのオプションですけど、うん、うん、なんかご褒美をつけるというか、例えば僕がそのつけられてやるパターンって言えば、うん、仕事で読むとかねいうパターンなので、うん、まあ大体ギャラが生じるわけですよね、うん、まあ、ギャラがあるとできますよというのが一つ、なるほど、だからそれに準ずるものを何かつけるみたいな、うん、なんだろうね、例えばこれ褒めたらきっと彼女がなんか私に飯くらいおごってくれるかもみたいな、うん、しかしそれもなんかそんなこと言ったら喜んで同ジャンルのゲームをバシバシ押し付けてる可能性があるから、今回はモロハの剣ですね、うん、で最後、まあ、まあそれはなんかご褒美をつけるなりしてやるっていうんですけど、うん、最後はうーん、これは結構人格改造型ですけど、うん、まあ先入観を捨ててやるかな、まあやるの足か、やるの足です、うん、ちなみにまあ僕はあらゆるジャンルのゲーム、あー、まあといってもノベルゲームと格闘ゲームみたいな意味合いではなくてですね、うん、ノベルゲームだったら大体どんなジャンルのゲームでもとりあえず問わず嫌いせずにやれるタイプなんですけど、うん、まあそのそれどうしてできるかって言ったら先入観がないからなんですよね、あんまり、うん、実は僕結構ね、うん、すごい批評能とかを働かせないと、うん、働かせるとこれは悪いとかこれはいいとかになるんですけど、うん、ぼーっとしてるとね、うん、面白いなと思って全部見ちゃうんだよね、大体アニメでも漫画でも大体、うん、だから僕はそういう性格なので多分うまくいってるところがあると思うんですけど、うん、まあそんな境地を目指すとかですかねでもどうやったら目指せるんだって話もあると思うんで、うん、まあ基本的には1がおすすめですけども、うん、あ、じゃあ、あと1のバリエーションもあります。1というか、1と3を合体させると、うん、あの、BL ゲームと思ってやらなきゃいいんじゃないですか。これは、例えば。無理でしょ。だってもう知ってんねんから。いや、そうじゃなくて、別に BL、まあ、ジャンル的には BL ゲームなんだけど、うん、まあ、目の付けどころを変えるってことだよね。例えば、その、まあ、パッと浮かばないけど、例えばアンジェリークとかやってるとしよう。アンジェリークといったら有名な乙女ゲーですよね。あ、BL ゲーじゃねえか。BL ゲーじゃねえか。まあ、いや、乙女ゲーでも何でもいいんだよ。うん、やってるときに、うん、その、ヒロインと主人公のコミュニケーションを、楽しむゲームとしてじゃなくて、うん、なんかキャラクター類型の博物学として楽しむとか、言葉回しにどういう類型があるのかとかを抑えていくためにするとか、なんかそういう風にこう、つまり BL ゲームが苦手ってことは BL ゲームが主要な価値としているような特徴が苦手ってことだから、うん、そこじゃないところに注目してゲームやればいいんじゃないのかなって感じかな、うん、まあ、ほとんどこう嫌いな食い物をつけられてから目をつぶってくるとかに近いんですけど結構聞きますよ。あとこれはね、実は逆に自分が好きなゲームとかやってるときにこれやると新しい発見とかが生まれますね、うん、っていう感じかな。まあレヴィン君だったらどうしますか。まあ俺やったら、いや、やらないっていう選択肢を、もうやらない理由というか、俺はやっぱりあかんわこれ興味ないわって言って諦めさせるっていうのを取りますね俺やったら。まあね、それは取れればね話が早いけどね、うん、まあちょっとね僕はさ、うん、気持ちわかるんですよ、僕も断れないタイプなんでね、うん、押し付けられちゃったけどどうしようっていうのがねあるんだろうね、うん、でもなんか女の子だと大変だよね。あんまりそういうのはできないってことですか。いや、なんかやっぱ男と男のタイプのコミュニケーションの違う感じするじゃん。例えば、うん、まあまず男がユリゲーをつけられて微妙な気もするし、まあ別にそんなに大した問題じゃない気もするしでもなんか女の子で BL ゲーとか、あれ思い浮かべればいいんでしょ。ラキスタであったじゃないですか、そういうの。コナタがこれ読みなさいみたいなこと言って、カガミンが読むみたいなあったじゃないですか。ああ、はいはい、ありましたね、ありましたね。ああいうことなんかな。まあそれに近いだろうね。うん、むしろなんかコナタがパティとかに変なものを押し付けられるとかそういう世界なのかもしれないけど。原始圏とかに近いかもね、むしろ。
ああ。あっちの方が結構ギトギトしてたからね。そうだね。まあそんな感じです。もしちょっと、まあこれ結構、ああ、結構でもないか、先月だな、のメールですけど、まあこんな感じでうまいことは、まあ、まあやり過ごしをおすすめしますけど、うん、って情報集めたりしておすすめしますけど、うん、まあどうしてもやんなくちゃいけないし やんないとなんかちょっと自分としても気持ち悪いってなったらば、うん、さっき言ったような感じでちょっとコントロールキーとかを押しながら、うん、見るところを変えてやるっていうのがいいんじゃないでしょうか。うん、なるほど。はい、という感じですかね。30分経ちましたけど、はい、こんなところにしときますか。はい、わかりました。じゃあ、普通歌のコーナーでした。はい、でした。レビスバ、はい、レビズバです。はい、今日は2本です。うん、今週はあんまりね、なんか目を引くのがあんまなかったような検討したけど、なんかね、随分なかったね。台風とか、まあ、そう、台風あったね。台風ニュースしか逆になくてね、うん、台風取り上げる気なくなっちゃったよ。うん、台風でもあれ名古屋大変でしたね。ああ、そうね、水没で、うん、なんか、うん、マジで地下の駅とか完全に冠水してたね。あ、マジっすか。うん、俺もうなんか私生活が忙しすぎてね、外の台風というか外の嵐とか全然もうわけわかんなくなってましたよ。当時どうでした、そのまさに東京に来た時。え、台風、うん、家にいました。家にいて、まあ、事なきを得たと。まあ、事なきを得ましたね。だからなんかまあ、ちょっと東京とかってさ、確か先々週とかも台風あったような気がするけど、うん、その時も池袋がなんか水没は言い過ぎやけど、冠水とかでなんかね、大騒ぎしてたけど、うん、あれだよね、なんか多いね、あのさ、その名古屋の話ってあったけどさ、うん、多分10日とか前の時、北海道のが河川がさ、氾濫してやばかったみたいなのあったよね、確か。北海道、あ、そうです、そんどん、これも話題になったよ。マジですか。前じゃないか、1週間前くらいに。だからなんか、まあ、毎週どっかが水で溢れてんな、みたいな感じ。いや、マジ水難ですね、今年は、ほんま。なんかね、災害が多いね、やっぱり地震が。津波をはじめ。水難だね、うん、本当にね。なんか、運が悪い。いや、なんか悲しくなってきちゃった。ちょっともっと明るいニュースを提供してくださいよ、レビン氏。と言ってもですね、今回の一発目のニュースはですね、まあ、読みますか、じゃあ、俺が。馬淵元国交省が、持論撤回、復興増税を容認と。まあ、民主党の馬淵澄夫元国交省が24日奈良市の会合で、東日本大震災の復興財源とする臨時増税について、復興に増税は理にかなわないというのが私の考えだ、ただし民主党は野田さんを選んだんで、まあ、与党議員として受け入れざるを得ないと言って、まあ、増税を容認する考えを示したと。はあ、うん、まあ、まあ、これしょう、どうなんだろうね、しょうがないっしょ。どんぐらいいるんですかね、復興増税って。増税っていうか、復興増税と称して、というか、まあ、なんていうの、そこにカテゴライズされるものの総額ってどれぐらいいるんですかね。もう無限にいるでしょって感じだけどね。超とかいるんですか。いや、それ超いるでしょ。超いりますよ。何兆いるんですかね。いや、もう例えば国家予算って5、60兆でしょ。うーん、ああ、予算。年間の。ああ。え、予算ってなんか90兆とかで組まれてないっけ。あれ、あ、まあ別に5、60兆でも90兆でも変わんないけど。うん、変わるでしょ。変わるっちゃ変わるけど。うん、いや、なんかそんな年間予算じゃさ、効かないほどの被害を食らってると思うんだよね、普通に言われて。だからまあ何兆あっても足りないでしょう、普通に。そういうしかないと思うんだけど。でもんじゃ、例えば10兆捻出しますってなったら、10兆捻出しますってすげえな。10兆ね、例えば消費税を、うん、あ、でもこれ全然俺データ持ってねえや。税収ってどれくらいなんだろうな、調べてみよう。税収年間、税収何本ぐらいなのな。30とか40ぐらいかな。もっとあんのかな。あ、安いよ、ちょっと待ってください。うん、そこの調べとけよみたいな感じもするんですけど。まあ、ちょっと一般会計税収のこの発行額も。うん、でも21兆 あ、ごめんなさい、嘘です、すいません、ね、嘘です。ですね、平均50兆くらいですね。要は国民から支払われるというか、入ってくるのが、そんなもん。でもね、でも歳出がね、常に100、平均90兆とかなので、おかしいでしょ、うん、みたいな感じなんだけど。そうだね。
毎年40兆か40兆だよなこれ、兆ずつぐらい、うん、あの借金してる計算ですねやっぱりね。うん、うん、ってことは10兆値上げするとまあ 20% 上がるってことかな。うん、大体じゃあ10兆単純に国民の数で割って、これ単純すぎるけど割ったらなんぼや、1万、うん、10兆やから10万か、1億を1万倍して1兆でしょ、でそれを10倍して10万円ですよ1人当たり。まあ年間10万円だったら、それはそれを、1年間でやって月8000円くらい、うん、月8000円かでかいな、うん、まあでかいっちゃでかいけど実際には累進課税だろうから、うん、まあ、低所得者層は月8000円の効果多分月3000円くらいになるだろうと思うんですけど、うん、うん、まあそう見ると大したことないような錯覚があるね。うん、でまあ喫煙者なんでタバコにもかかるとすれば、まあ俺はもっと払うことに。タバコ税はまあ僕は前も言った通り470円のタバコ吸ってるので、うん、まあ大体300円くらいが税金でしょう。うん、と考えると、月1万5千円払っているとしたらば、うん、まあ1万円くらいが税金ってことだよね。うん。うわぁ。えらい納税者ですよ。誇っていいですよ、タバコ吸ってるのは。まあ本当にね。うん、まあとにかく復興増税しなくちゃいけないのはしょうがない。もう誰しもが分かっていることだから、うん、増税すんなやつっても無益ですけど、うん、まあ金の集め方と金の使い道はちょっとね、気になりますというか気をつけてもらわんとね、普通に壊れますね。まあもうなんか、うん、適当に上がるんでしょうね税金ね。うん、まあタバコ税上げるぐらいだったら消費税上げた方がいいけどね。ああ、いやこれは別に自分らがタバコ吸ってるから自分らの損益だけをこう勘案してって意味じゃなくて、うん、いやタバコ税上げたくらいで賄える歳費だったら苦労しないって話で、うん、意味のある、金集めしたいんだったらば、まず消費税増税でしょと思ってさ、うんうんうん、だってなんかまとまった金とかないとなんか政策も回らないでしょ普通に考えて。うん、そりゃそうですよ。なんか無駄なことしないでほしいね本当にね、うん、なんかお前らが、お前らっていうのはこの場合政治家ですけど、お前らが会議してるだけで金食ってるこの現状とかを考えてくれって感じですね。うんうんうん、金使わないようになんかこう気にしてもらわないと困るんですよね本当に。うん、それは公務員感謝の問題とかも紛糾してたけどさ、うん、新しいのを作って、うん、私の作り何十億もかかるみたいですよね。100億だっけ、うん、でもなんか古いのを売却して売り払うとそれが120億とかで売れるから、うん、なんかまあ利ざやが出るんでそれでなんかできるみたいな、うん、まあ、あれ奇弁だと思うけど普通に考えて、うん、でもなんかあれだね、なんでこの時期にやっちゃうんだろうね。うーん、もう少し待てよって感じしますけどね。うーん、なんだろうねほんま、他人事なんかな結構そのいうところでは、まあまあ別にええかなみたいな。まあよく野田がもともと財務省上がりだったので、うん、そこで癒着してんじゃないかみたいな話はまことしやかに陰謀論的にささやかれてたけど、うん、うん、どうなんだろうね。ちょっとまあまあ正直福利厚生的な意味合いでもどうかとか、あと金使ってる金が適切なのかとか、あとそもそも今の時期にやるべきなのか、いろいろちょっと突っ込まれすぎ、次がむしろそこに突っ込ませるんじゃなくて別なことやろうとしてんじゃないかとか僕は考えしてますけども、なんかね、あ、なんかさっきも言ってたけど、もうほんまこういうのばっかりよね、なんか政治欄は。つまらん、じゃあつまらんじゃ、くだらんですよ。ほん、何もない。うん、はっきり言って、内容がない。うん。内容があるって言ったって、こんな、この問題だってね、別になんか公共事業の問題とかに近くてさ、何十年やってんねんみたいな話だからね。うん。まあなんかニュースないっすよ。そんな中で、うん、まあ唯一、ホットかつ、うん、こう、なんかそれなりに市場を変えるかもしれないニュースと言ったら、うん、こちらですね。はい。読みましょうか。お願いします。スマホ市場勢力図激変。KDDI も iPhone 販売。いやこれすごいね、これね、来たね、もうみんな激震とか、まあ、我々としては au で htc evo 買ったわけだからもうとか思うわけですけど、うん、まあ読みましょう、はい、KDDI かっこ au が米アップル製のスマートフォン iphone の次期モデルを国内で販売することが22日明らかになった。うん、
iPhone はこれまでソフトバンクモバイルが独占的に販売してきたが、うん、KDDI の参入により成長が続くスマホ市場の勢力図に大きな影響が出るのは必至だ、うん、ただ KDDI にとっては iPhone は大きな武器となると同時に Apple の厳格な販売条件を受け入れるほどにもなり、うん、難しい舵取りも迫られそうだ、うん、はい、まあいろいろありますが、これはまあ読まんでもいいでしょう。これiPhone なんだね。しかしどうでもいい。カタカナ表記するとね、伸ばし棒は iPhone5 が出るということですが、最近 au すごいな。いやー嬉しくないよ正直。なんで？あ、嬉しい？ iPhone に変える？いやいや変えない変えない、もうこれでいくよでしょ。あ、いや僕嬉しくないっつうのはさ、いやまず iPhone ユーザーとしては超嬉しいと思うんだよね。だってソフトバンク回線で終わってるし、だからあの多分 iPhone5 で確かさ、話題になったのは、要するに iPhone でクラックしてテザリングしてたじゃない、でも au に来るってことはオフィシャルテザリングできるかすわみたいな感じで話題になったはずなんだよね。で多分できるようになるよね。あ、だから au がソフトバンク並みの回線に落ち込む可能性があるの。そうなんですよ。あ、もうそっか。だからもう憂鬱でさ。まあそのための YMAX でしょ。そうそうそう、YMAX に投げて、もしかしたら YMAX って iPhone5 を見越して の戦略だったのかもね。あんで搭載はでもできないでしょ。Wi-Fi、YMAX 搭載？iPhone。できない、ああ、そう、できないのって僕よくわかんないですけど、なんでできないのかな。いや、それはもうだって iPhone はそんな余計なことできて、こう、なんていう、国ごとにモデルチェンジみたいなことはしてないでしょ、あれ。なるほどね。じゃあ、YMAX ルーターとセット販売で、Wi-Fi 使ってねって感じなのかな。そうでしょうね。なるほどね。持ち歩けって感じでしょう。まあちょっとね、YMAX があるから、まあマシだとは思うんですけど。今 au の回線、俺は結構神かかってんなって思ってるんですよね。そうだよね。俺も本当に同感です。快適ですよ。スピードテストしてみたんですけど、はい、au と YMAX ってそんな変わらんよ。3G ってこと、ね、うん、変わらんよね、そんな。あ、変わんない変わんない、全然早い。なんか普通に4メガとか出るし、なんか、下り4メガ、上がり1メガみたいなね。すごすぎるなと思って。まあ、なんかやっぱり、iPhone ユーザーがクラックテザリングとかしまくってひどいかったのと、もともとソフトバンク関係が弱かったので、もうひどい目になってんじゃないの？昨日も見ましたよ。いかに、なんか iPhone 使ったことないクズが、あ、違う、ソフトバンクの回線使ったことないクズがソフトバンの回線をディスっているが、お前らが想像するよりもクズだからとかっていうスレッドがあって見てましたけどね、随分ひどいみたいなね。まあでも iPhone5 か、 Android と iPhone を2つ配給するわけか。あ、でもね、そうや、さっき思い出したんやけどね、今思い出したんやけどね、さっきあのこのラジオ収録直前に、あの、おかんと喋ってたんですよ。はい。で、おかんがね、まあ、その時の話になったのが、話題になったのが、あの、家の、前も言ったっけ、これ、家の、マンションなんですけど、そのマンションの屋上にアンテナを置きたいと、不安の、はい。はいはい。っていうので、で、置かしてくれる量みたいなのくれるらしいんですよ。それが、何倍だと思います？1万円。それはどういうことですか？どういう単位でですか？ああ、わかんないけど、年間1万円とかかな。年間1万円を、あの、1世帯がもらえるってことですか？ああ、そう。ああ。4万円です。年間？で、それは全個、つまりその、置かしてもらうことに対して4万円です、年間。つまり割ったら30個とか入ってると思うんで、30個で割ったら年間1000円、1300円。ああ、まあ大体予想通りだった。あ、まあそうなるよね。でしかもそんな1300円ももらえないですよ多分。そうだね、だって管理してるところに入って。そうだよね、うん、普通に、まあ、マンションそのものに入るってことだよね、やっぱり。うん、で、分け合うのかって話ですよ。分け合わないだろうね。うん、まあ、でもなんかそのおかげで、我々の、なんか、我々っていうか、それどこだっけ？ソフトバンクだっけ？ソフトバンクです。まあ、
ソフトバンク増やした方がいいんじゃないの普通に。巡り巡って。いや、安すぎるでしょ、いくらなんでも。それはうんと言わないよ。結局や、あの、じゃあいいですってなったらしいですけど。ああ、うん。ああ、今回はご遠慮。お断りみたいな。というのも、あの、上の方の階だと、こう、やっぱ電磁波みたいなのを気にするみたいで。あ、そうなんだ。うん。それは気にするよね、確かに。うん。あの、こう、体にとって有害みたいな。ことを、もう上の方の家の人に言われると、うちのおかんは別にやってもいいと思ってたみたいですけど、むしろだって電波入るし、いいと思ってたみたいですけど、まあね、なんか上の方の人がもうなんか体に悪いんじゃないかみたいなことを言い出したら、こっちも強く言えないみたいな。まあなんか別に特に言う必要もないよね。別にソフトバンクの社員でもないしさ。でもまあソフトバンクユーザーなんで、ああ、そうかそうか。うちとしては嬉しかったらはずなんですけど。本来はね、なるほどね。うん、言えないみたいな。なんか、まあすごい高層マンションの一番高い屋上の1個くらいにつけてもいいような気はするんだけど、うん、それやったらいいやろうけどね、5階建てとかなんでね、うん、微妙だね本当にね、うん、まあ、もうちょっとなんかお金払ってあげればいいのにね、10万とかね。そうそう、まあ、まあ、こんなこれはなんかまあどうかわかんないですけど、100億寄付するんやったらなんか100本200本ぐらい建てろよって感じはしますけどね。まあ結構頑張って建ててはいるんだろうけど、まあでもソフトバンクひどいからね本当にね、うん、痛感しました。僕も iPhone ユーザーと飯とか食ってると真っ先にあの回線が切れるからね、うん、かわいそうにね。携帯事業をやってる知り合いがいるんですけど、携帯事業っていうか携帯アプリ関係の事業とかやってる、あの知り合いがいるんですけど、その人も言ってたのはソフトバンクが一番ひどいと、対応が。もうなんか平気で日時をこう勝手に変更したりするし、あら、うん、ひどいって言ってたね。まあしかしちょっと話を大きく戻すけど、うん、au ってのはこう、まあはっきり言って Android を、まあね、レディーガガの曲とか使ってバシバシ日本では売ってたわけだけど、うん、iPhone 来ることによって OS のシェアとかっていうのも変わってくるのかね。あ、 Android、 今どういう構図なんですかね。同じぐらいなんですかね。なんか今ニュースソースを見てるとですね、うん、日本は分かんないんですけど、アメリカだと iPhone の OS シェアが 18% だったけど、 Android は 40% 前に伸びたらしいですよ。Google 力ですかねやっぱりね。ああ、 40% と 18% って、まあ、成長率、いやでもシェアか、 OS 別シェアだから、まあ、40、18% 他ってことだよね。はあ、すごいね本当だとしたら。 Android 石鹸じゃないですか。まあ、Android はさ、そのウイルスリスクみたいなのがよく問題視されてるけど、うん、でもまあリスクのある使い方しなければね、変なアプローチしなければ大丈夫だからね、うん、まあその iPhone の回線とかプラットフォームが弱いのに対して Android が快適だっていうんだったらば、うん、そっちに乗り換える人もいるのかもしれないし、なんか Google に対する期待もあるのかね、うん、分からんけど Android ね。ああ、そういえば、我々の HTC EVO もとうとうアップデートが起きて、OS が 2.34 になりましたね。なりましたね。キャリアメールもゲットできて、なんかすっごい嬉しい。いや、キャリアメールやっぱ嬉しいですね。うん、何なんだろうね、あれはね。うん。専用の、やっぱ携帯専用のっていうふうに、なんか前 G メールやともう混合してるんでね。ああ、そうなんだよね。僕も混合してすごい気持ち悪かった。普通に虎の穴とかからの、なんか業務連絡メールみたいなもうピコンってなってやってきても、そんなん別に速報で欲しくねえみたいな。まあそうだよね、うん、まあ OS 変わったせいでなんかちょっと挙動が変わったものとかもあったので、うん、まあ OS 変わるってこういうことなんだなと、うん、しみじみ思いましたけど、うん、あと思ったけど、あとさ、なんかそれと直接関係あるわけじゃないですけど、やっぱりこう日々、なんか年が経っていくとサービスとかも変わっていくなと思ったんですけど、うん、いや、それ具体的に言えばさ、あの、パケット数縛りがあるじゃないですか。うん。あの、3日間で300万パケットを超えると、3G 回線の速度が規制されるってやつ。ほうほうほう。あれさ、もう、そろそろだね、確か。もうやってんだっけ ?10 月からだっけ。ちょっと詳細知らないかも、それ。ちょっと もう一回言って。いやだから、うん、多分10月くらいからですけど、はいはい、3日間で、はい、転送量300万パケット超えると速度規制、はい、3G 回線が。え、それは au ですか。
3G が多分全部だと思う。全部ですか。うん、はあ、300万パケット、あ、366メガくらい。そんなん超えるでしょ、余裕で。いや、僕ね、普通に使ってて、あ、ちなみにこれはあの Android アプリだと IS パケットなんとかっていうやつを見ると、うん、まさに直近4日間とかが見れるんですけど、ね、俺それ見たらね、うん、普通に使ってる時は290万パケットくらい平均で、うん、もうセーフみたいな感じで、うん、油断してると別に30万パケットくらいで、なんか俺どうでもいいなと思った。今調べてみようかな。まあ、はっきり言って iPhone テザリングとかして、うん、ガンガン YouTube とか見てるクズは死ねっていう話ですよね、これはね。なるほど。まあ、なんで、だから366メガっていうことは、ニコ動を多分7個くらい見たら終了だよね、はっきり言ってね。はぁ、まあ。これマジっす。はぁ。え、それってなんかデフォルトで見れんの？デフォルトだと見れないね。あのね、IS パケットチェッカーとかいうやつで、うん、あの au お客様サービスに登録して、うん、そのパスと ID を入れると見れる。あ、じゃあちょっと今は見れないな。そうなんだよ。僕もね、それ登録するのに手間取ってしまったんですけど、うん、ちなみに僕の今回の直近3日間の通信量はですね、うん、あ、すごい。2万4000パケット。106万パケット、3万8000パケット、2万1000パケット、どういうことだよ、これ。3日前使いすぎだろ。はあ。いや、使いすぎでもないんだけどね、何度も言う通り。はあ、その規制くんのや。まあ、そりゃ来るよね。YMAX でこれだけ頑張って通してるわけです。まあ、我々は YMAX 使えばいいだけですけどね。なるほど、なるほど。だからまあ、EVO は一応まだ勝ち組だね、そのレベルで言えば。いやー、村上くん、いいのを紹介していただいて。ありがとうございます。本当にお褒めに預かり光栄です。なんか、いちご屋みたいな関係なんで。あ、そういえば、僕、あれ買いました。外部バッテリー買いました。ああ、買いましたか。うん、合体型じゃなくて、普通に、まあ、ミニ USB のやつですけど、うん。ジパッドって使って、まあ、2回くらい充電できるので、うん、これのおかげでほとんど困んなくなって、常時 YMAX とか起動して、テザリングしてでも、まあ、大体困んないなって感じですね。へえ。なるほど。俺は、まあ、充電と放電を繰り返して、まあ、1日はもうつかなってぐらいですかね。なるほどね。うん。あったい型にしようかとも思ったんだけど、なんか、ちょっとよくわかんねえな、みたいなこと思ったので、ね。うんうんうん。まあ、僕はなんか、安牌、まあ、安牌だな、外付けでやろうかと思いました。なるほど。まあ、ちょっとイーボにはもうちょっと活躍してもらいたいので、うん、iPhone5 にはすごい期待をしているが、うん、iPhone5 はあまり活躍しないでほしいみたいな。まあ、そうですね。iPhone なんか別に出たってもう俺ら関係ないもんね。正直今のところ。なんか iPhone、これ余談ですけど、さっき我々が見てたニュースでさ、Amazon がタブレット PC 出すって話ありましたよね。Amazon のタブレット PC とかちょっと気になるけどね。なんか。Kindle でしょ？ Kindle じゃないみたいよ。違うんや。うん、Kindle と別っていう感じで説明されてたよ。要はでも、主目的は電子書籍？いや、どうなんだろうね。単に iPad みたいな感じ？ iPad みたいな感じみたいよ。だからどんな特色が出るのかっていうことだけど。iPad ってでも、使うか？使わないけどね。でもなんか、有事の際にとかでしょ、多分。そうだろうね。要はなんかプレゼンしたいとか。はいはいはい、そうですね。うん。日常的なもんじゃないでしょう。まあ、はっきり言って、タブレット PC もそろそろ飽和してるもんね。うん。もう俺十分ですよ、もう俺は。例のおまけの。SMT で、サムソンの。うん。おまけのやつと、はい、で、iPhone もあるしね、今。まあ、そうだね。で、ノートもあるし、デスクトップもあるし。で、まあ、EVO もあるし。ああ、EVO もあるよね。5台ありますよ、俺、端末今。僕もまあ EPC がすっごい活躍してくれてるんでいいんだけど、うん、あ、でもただちょっとね、クソームじゃなかった、ゾームか、ゾーム、僕らが持ってる SMT、タブレット PC は確か10インチくらいのはずなんですけど、うん、もうちょっと大きいタブレット欲しいかなっていう気持ちはあるかな。まあ、つまり iPad サイズみたいなもんですけど、なんか、エコが楽しいかなとも思ったりする。なんか、まあ逆に大きい方を持ってる方が小さい方が身軽でいいとか思ったりするのかもしれないけど、うん、Amazon のタブレット PC が何かその独特のサービスとかを展開するんであれば気になるところかなとは思いますね。そうですね。そんなどこっすか、はい、今日は、あんまりなかったですね、ニュースね。今週何もないよ、だって、うん、なんかあった？だってさ、台風
ぐらいでしょ正直言って。いやくだらんニュースばっかりですよね、うん、例えば、うん、新世界事件元警視を逮捕とかね、俺が最初に引っかかって、うん、桜庭和志無名の柔術家に乾杯とかマー君16勝ダルト異次元争いどういうことこれ、うん、見出しは面白いけどさみたいな、うん、ですね。なるほど。まあ来週、まあ別にでもなきゃなきゃないでいいけどね、別にそんなね凶悪犯とかのニュースでなんか盛り上がられても。なんか、あ、俺なんか今更ですけどもう一つ面白い話がありましたよ。何ですか？プーチン首相大統領復帰へ。はあ、するんですか？いや、次期大統領の候補としてメドベージェフ大統領がプーチン首相を推薦し、プーチン氏はこれを受け入れたとか言ってるから多分なるんでしょうね、大統領に。へえ、またこれどういうことって感じだね。2期やってメドベージェフに大統領やったやつがもう1回大統領になるってことだよね。はあ、これ面白いね。すごいな。なんかかなりのこのあのやっぱり共産党感あるよね、この権力のぐるぐると回転させる感じ。まあちょっとこの辺は画面実はね、この収録してるさっきの段階では存在しなかったニュースだったような気がしますけど、うん、まあ次回はもうちょっとなんか面白い話があるといいですね。うん、まあ建設的なんがいいですけどね。 iPhone が面白いけどね。まあ iPhone、 まあなんかちょっとスマートフォン事情は我々今結構こう敏感だと思うので、うん、これはまあむしろ継続的になんか役に立ったり新しいニュースとか追っていきたいところですね。そうですね、はい、はい、じゃあそんな感じでレビズバ、はい、でしたか？レビズバでした。ズバ今日のネタバレ。レビンシさん、はい、これ撮り直してよいいやんか、それ俺好きやで。なんか俺レビズバのかっこよさとかの後にね、今日のネタバレって聞くとなんかわびしい気持ちになってくる。いや、なんかね、かっ中途半端に、中途半端にじゃないけど、こう結構なんかいい感じの、なんていうの、短い音楽の後になんか一言ボソって言うような、こう、かっこつけたジングルだけがいいんじゃないですよ。でも、なんか、ねえ。だって、このジングル 100% 村上パワーですよ。まあ、完全に著作権は、著作権は村上雄一にあるんですよ。あ、確かにね、エコーしても俺のもんだね、著作権は。うん。素晴らしいじゃないですか。これがもし着メロとかになったら 100% 受け入れられますよ。それ可能性があるというだけの機弁だよ。0% じゃないというだけのことですね、まあ、しかもなんか編曲レビンとかになる。しかも何、うん、今週はですね、今週は僕じゃなくてなんとレビン氏がやるというね。トラドラ見たらしいですね。トラドラアニメ見ました。なんか随分と、なんかツッコミが多かったというか、わけわからんかったみたいなこと言ってたような気がするんですけど。はい、そうなんですよ。もう、話の、じゃあネタバレしますか？ネタバレはしよう。ネタバレっつったってなぁ、あれなぁ。まあ要は、まあ冒頭は、まあ皆さんご存知、タイガーさんが、はい。なんかこう、ラブレターを、入れようとしたら違うやつに入れちゃって、そいつが、まあ、主人公のリュウジってやつで。そうですね。でまあ間違えたってなって、でなんかそいつの家を襲撃して、タイガーが襲撃してラブレターを取り返そうとしてっていうところで知り合って、でなんかその本来ラブレターを入れようとしてた北村っていう男、タイガーが好きな北村くんと、でまあその間違えて入れられたリュウジでミノリンっていう、まあ、やつが好きでっていう、うん、なんかお互いが、そいつ、大河とリュウジは、別々の女性、男性が好きで、うん、でも、なんかその作戦会議みたいな感じで交流を深めていって、うん、でもなんかこう、作戦会議してるうちに2人が惹かれ合うみたいな感じでしょ、まあ言うたら。まあね、そうだね。はい、で、まあなんかいろいろあるんですよ。そのなんかつけようとしたらなんか違うやつが好きでみたいなのとかあるんですけど、まあもう全員マジキチですよ、あれは。おーいおーい、その予約はないだろう。全員マジキチやと思いましたね、俺は。
キャラが。いやでもこれは結構ね、みんな思ってることみたいですよ。あ、そうなんですか。比較的、うん、なんか、はい、なんていうんですかね、ね、結構タイガー好きがなんか意外と少ないっていうことにもなんか感じたんですけど。誰好きなの？俺らタイガーですよ。 100% タイガーですよ。あ、 100% タイガーなんだ。なるほど、ね、はい。もう他は眼中にないですよ、俺は。あ、そうなんだ。うん、いやね、俺、うーん、なんていうんかな、いやもうほんまマジ来ちゃうと思ったんですよね、全員がなんかおかしいやろっていうのが。分かった分かった。ちょっと一人ずつどこがどうマジ吉なのかを簡潔にちょっと20次回で言ってもらうか。まず高須隆二は何がマジ吉なんですか。高須はでまあまあ、倫理観とか道徳観正義観が、ま、自家到着してるっていうのが多いんですよ、一番俺が見たところ。まあ隆二はね基本的に正しいんですけど、なんか時々えっていうようなことを言うんですね。例えば俺はドラゴンで、お前はタイガーだみたいな。まあ それは別になんかカッコつけた表現の中での間違いなんでいいんですけど間違いだな、間違いだな。いや、なぜそうしないっていう疑問が簡単に浮かぶ、ようなことを突き進めてしまった例としては、例えばだからタイガーが父親との件で父親のところに行った方がいいだろうみたいなことをずっと言うんですけど、別にそれって本人の事情を聞いてから判断した方がてかそれが普通じゃねとか思ったり。意味わかります？まあわかるけど、うん、それに関してはまあはっきり言って、うん、まあ、あ、これそうそう、僕宣伝していいですか。はい、僕次回のイリーカに原稿書いたんですけど、うん、そこで浦口玄の田中ロミオの窓紛対談というのを司会構成したんですよね。はいはい。でまあそれ10月20日とかに確か出るんで、皆さん方よろしくお願いしますっていうのがあるんですけど、うん、そこでね、浦口さんが確かなんで窓紛の連中ってまあみんななんか契約とかにホイホイ乗っちゃうんですか、うん、いや中学生ってそんなもんでしょとか言ってて、うん、問題はこの後、ただ、ひだまり層の連中は、キューベとは契約しないと思うんですよね。奴らは騙されないとか言ってたんですけど。まあ、だから、ちょっと高校生と言ってのは、その可能性もあるんだけど、うん、まあ、ちょっとガキっぽい高校生だなと思うんだよね、トラドラのね、高校生って。はあ、なんか、全体的にそうじゃない？うん、そうですね。で、まあ、それが何を意味するかって言ったらば、うん、まあ、あんまり合理的な判断はできない人たちの集まりなんじゃないの、あれは。はあ。やっぱり、普通に。はあ、じゃあなんかこんなもんだよってことで、そういうところは全部吸収されるってことですか。うーん、じゃない。はあ、それは受け入れられないわ俺は、うん、僕さ、うん、前批評書いたことがあって、うん、あちなみに僕はタイガーとアミちゃんの間で引き裂かれてる男なんですけど、うん、はい、アミちゃんが結構好きなのよね。うん、なんでアミちゃん好きかっていうと、うん、頭がいいからなんですよ。いやー、それは分かりますし、それを指摘する人は多いです。あははは。頭がいいけどそれでもバカやっちゃうっていう、うん、なんかすごい特殊な条件がトラドラにあるんですけど。そうですね。まあ逆に言えばだから頭が本当に頭がいいんだったらさ、うん、まあ愚かな行動は取らなきゃいいだけなんですけど、うん、なんかそれでも取っちゃうみたいな世界に入ってて、うん、やっぱり本当の大人とかなんか分別があるやつっていない世界になってるから、まあ全部マジ吉っていうのは正しいと思うんだけど。いやマジ吉っていうのはそのだからさ、なんかこう感情に任せるぜって部分が多いっていうんだったらいいんですけど、その自家到着っていうかね、こう気持ち悪いってこと。うん、タイガーにもちょっと俺は思ってて、だってさ、なんかまあまあそういうもんやっていう範疇やけど、うん、結構さ、なんかこう人間としての人間としてみたいなの得じゃないですか、みんな結構こう、そんなの許せねえだろとか、みんなのにぶち切れとか、ぶち切れってぶち切れてるってことはなんか自分が正しくてそれに反してるものに対してこうそうじゃねえだろって今日強制させようとするっていうか、はいはいはい、ことでしょ。でもなんか自分がそのブーメランじゃねえかみたいなのが結構あるじゃないですか。タイガとかってうちはお金持ちだしみたいなことっていうか、お前
お前親をさそこまでボロクソに言っといて、なんかそれで自分の力で生きてますアピールみたいなことされてもそれ違うやろとか、まあ、ネビン君、はい、まあまあタイガーと同じレベルでタイガーを批判してもしょうがないよ。ほう、タイガーは子供なんだお。もうそれ言われたらもうねえ、うん、まあだからタイガーとね、リュウジはさ、うん、ちょっと双方的なところがあるわけじゃない？うん、お互いに補うってことね。そうですそうです。でも子供同士でそんな双方的な補いなんて愛なんてできるやろっていうような話を書いてたのが、まあ、うん、トラドラなんじゃないかとは思うんですよね。結局なんか駆け落ちとかしてさ、うん、失敗して戻ってくるみたいなことしてるわけじゃん、うん、あの失敗とかってさ、うん、結構レビンス的には留飲が下がる感じなんじゃないの？結局じいちゃんちかよみたいな。いや結局じいちゃんちかよで俺は怒ってたんですよ。あ怒ったんだ、そっか、うん、いやあれが限界なんですよマジで。あただあれは滝宮、あラノベの方が読んだことありますか？ないです。あまあ大体一緒なんですけど、うん、まあ、ほとんど忠実にアニメ化されてると思っていいんですけど、うん、脚本家の岡田真理っていう人は、うん、最近だとあの花とか、あとフラクタルとか、うん、まあいろいろやってるんですけど、結構そういう泥臭い、うん、気持ち悪い、女臭い、まあ父臭い、子供臭い、なんか臭いものを描くのが得意な人なんだよね、やっぱり。だから拒否反応すっごく出るのもわかるんだよね。いやなんや、なんか人格も変わってるしな、話ごとに、みんな。あ、何？つまり連続性がないってこと？あ、それもあります。なるほどね。タイガとか、なんか途中で俺、あれ？人が変わったみたいなことを思いましたよ。なんか、何かが起こりましたか？いや、電子レンジが鳴りました、ね。なるほど。なあ、タイガ人が変わったって言ってもさ、うん、なんか、トラドラって女性の登場人物の方が多いと思うんだけど、うん、女の子ってそういうとこあるんじゃないの？特にアミちゃんってさ、そういうやつだと思うんですけど、実は。うん、僕は、あれ見てると思ったんだけど、みのりん。みのりんが一番ひどいですよ、俺の中で。そうだよね、俺もそう思う。おかしいよ、みのりんは。そうだよね。うん。最たるもんですよ、マジキチの。いや、俺、そう、一応言っておくと、面白かったですよ、トラドラ。お、それはよかった。ええ、俺、クソ味噌にけなしたいわけじゃなくて、はい。でも、いや、もう、タイガが可愛かったっていうのが、まあ、90% ぐらいなんですけど、面白さの。はい。だから、なんか、物語の、としての楽しめ度は、俺はかなり低いですけど、まあ、だから、でも別に逆に、好きになれるキャラがいて、笑えたんで、まあいいかなとは思ってるんですけど、でもここはまあちょっと言っときたいなと思って。なるほどね、うん、トラドラはさ、うん、まあ僕はリアルタイムで見てたのと、あとリアルタイムからちょっと経った後に結構評価が固まった後っていうのを大体見てるんですけども、うんうんうん、まあ2つか3つ要素があって、1つはまあオープニングとかスタイリッシュで、うん、結構おしゃれっていうやつ。そうだったね、うん、不思議なオープニングでしたね、あれ。あれ独特ではね、うん、非常に好きですけどね、うん、おしゃれではないんだよね、なんか、うん、昔の音楽って感じでしたね、なんか。そうだね、うん、あれと、なんだっけ、まあ、あと当時ニコ動とかでは、みのりんの盛るぜ、超盛るぜとかがね、話題になってたとか、まあ、そういう、評価がされた後、最終的には、まあ、和水が出て終わった後は、やっぱ結構心理描写とかが誠実で、うん、例えば、うん、加納すみれと大河がさ、乱闘するシーンとか、あと22話で、なんか、アミとみのりが、へぇ、みのりちゃんってひどい、アーミン何がわかるのさ、みたいな。あのシーンがもうトラドラで一番面白かったです、俺は。あ、そうだよね。俺も一番面白いと思うよ。うん。まあ、逆にああいうシーン描くために他全部があったと考えてもいいんじゃないかなって思うけどね。あの
のシーンはすごかったですね。ね、蒸し返すところとかはすごかったですね。要するに昼間になってスキー場でスノーボードがしてる時にだよね。そう、あんたわざとでしょみたいなことを言い出して。いや、まあ、あのシーンは秀逸でしたけど、タイガーがね、タイガーとか最初の方ツンツンな感じでこうなんか分かりやすいというか、あの一本筋通ってんなって思ってたら途中でいきなりクリスマスにはサンタさんとか言い出して、まあまあまあそういうところもあるんかなって思って見てたけども、あれはでもちょっとやっぱ人格が違ってるなって俺は判断してせざるを得なかったですね。まあツンデレも一つ間違うと二重人格、ただの二重人格みたいな話なんでしょうかね、あれはね。まあでも北村の前で赤くならなくなったっていうあの描写はっていうか、なんていうの、はい、まあ、あの演出は、はい、うん、なるほど、いいねって思ったけど、もう頭良すぎて分かんないけどね、普通ね。いやでもちょっとミノリンがもう、ミノリン、でもあのシーン面白、あの好きでしたね、あのクリスマスの。あのツリーの頂上のあれをぶっ壊してしまってなんかごめーみたいなやつですか、ね、はい、でなんかもう、もう手ブルブル震えながらこう接着剤でつけようとしてるところとか、あれはすごいシーンやなって思いましたけど、マジでレビィ氏の趣味に引っかかりそうなシーンだ、あれは、うん、なんかね、ああいう落差をね、あれはね、うん、もちろん小説にもあるんですけど、うん、アニメの力だね、あれはすごかったな、あの表現深刻だし、取り返しがつかない監督、うん、絶望感が現れてるよね、うん、星壊しってか、なんであんななんかギャグみたいだけど、あのシーンのもうなんか完璧さがずっと続いてくれたら、もう俺はもうトラドラの家に住みます、もう俺はもうね、あ、だってあっこすごかったじゃないですか、なんかその後にそれだってなんかブルブルしながら、でもほらちゃんと直せるじゃないかみたいなことを言って、こうあのリュウジがフォローして、でもなんかあのミノリンがこうがっくりなってて、でミノリンを刺そうとしてた時じゃないですか、あれリュウジが。そうだね、でなんかあのクシエラちゃんとクリスマス会やっぱ来てくれよって言って、行けるわけないじゃんみたいな感じの顔で、行けないよって言ってて、いやでも来てくれみたいなところ、あのねえ、あっこすごかったなと思ったんですけど、すごいすれ違ったよね本当に、うん、あれがもうずっと二十何話ですか続いてくれたら、もう俺はトラドラの家に住みます。いやまあ僕はそんなのが24話続くようなアニメはさすがに疲れるので見たくないかと思うけど、いやそのクオリティがっていう意味で、ね、ああクオリティね、なるほどね、そのあのなんかあのやったかな、もう通帳渡したところとか俺もちょっとやばかったんですよ、あれは。あのやばいっていうのはきつかったんですよ、俺は。あれはミノリンがね、あれはねえだろって思ってたんですよ。いや僕もないなと思ったね、あれは。なんだろうね、なんかあれをこうなんか正義感を構成する要素の一つとして、正義感っていうかこう切符のいい思い切りのいいこう竹を割ったような好青年たちだぜっていう要素の礎の一つとしてあれを描かれていたのだとすれば、俺はもうトラドラの家を焼きますけど住んでんのか焼いてんのかどっちかいやでもあれはちょっとないでしょ、で受け取んなよって思いましたし、あ僕も思ったな、なんかあのなんかもうちょっとメタレベルでは、うん、あれすごいさ、うん、泥臭いさお涙ちょうだいっぽい演出で、うん、しかもなんかちょっと高校生の限界とかを示してて、うん、まあ褒めてもいいんですけど、うん、なんかあざといなと思っちゃったね、うん、やっぱりあざといなと、はあ、あれがワンクールですかの悲しみというか、こうやっぱり長さが13話とかやったらまだほころびが出る確率2分の1みたいな、まあね2クールだったからね、あれは、うん、ところでなんでトラドラ見たんですか、あの知り合いの猛烈な勧めと、さっきの普通オタみたいな感じでだから勧められたわけですよ俺も。ああ見ちゃったわけですか。で、ともう一つは俺は絶対にタイガを好きになれる自信があったんで、あの前情報から。なるほどね。だったんで、まあ見てみようかなと思って見たんですね。まあ案の定タイガはやっぱ好きになり、ただね、だから、うん、言った通りちょっと俺はマジ基地の集合に見えてしまって、うん、
僕はトラドラはあのまあリアルタイムで小説の方から入った人間なんですけれども、あのトラドラの前に私たちの田村君っていうのがね、あの滝宮由衣子、うん、あの原作の小説家ですけど、うん、にはあってですね、まあ自称デビュー作なんですけど、うん、それが良くてね、あのねそっちはね、まあレミュー氏結構好きじゃないかな、単なるイチャラブ小説です。あの登場人物が3人くらいしかいないので、うん、トラドラのようなドロドロにならないんですけど、なんかすごかったよ本当に。ねえレヴィン氏私のこと好きみたいな感じとかで延々続くみたいな。へえ。嘘だけどね、俺それ見てね衝撃受けたよ。それうわボワカーみたいなだった。うん、そういうのって知名度はどうなんですかその作品？あ、竹宮こう超有名ですよ。いやいや違います、その作品のその田村君、あまあまあのあまあまあな。私たち田村君超有名と言っても過言じゃないかな。まあ、忘れされてきた可能性もあるけど、超有名作品ですよ、ね。トラドラに比べると双璧だったはずだけど。え、マジですか。でもまあ、ちょっとトラドラも出て、トラドラ長く続いちゃったんで、それのせいで隠れちゃったかもしれないかなとは思うけど、でもまあ、有名だったし、今有名でもおかしくない程度の評価だと思うよ。へえ、そうなんや。うん、なんかそういうなんかやっぱ甘々なだけのなんかなんかシリアス部分とかあったりするんでしょ？あるある、ちょっとね。だからそういうのなんか必要要件ってやっぱもう一個なんかあらなあかんのかなと思う。あと一つの要素だけだとダメなのかなみたいな、うん、なんかドロドロって結構そのドロドロっていうのがまたさらに入ってるやんか。そうだね、だそれが一個やっぱいるんかなと思って。日常系ってなんかまた別に別のカテゴリーやんか。カテゴリーっていうか、うね、なんかもう見られてる 目が違うような気がして。違うね。まあ、軽音とかだよね、要するに。うん。軽音とかに別にそんなんいらないやん。いらないね。うん。なんか、ね、なんなんやろうな。なんか、3つで段階があって、俺の中では。うん、日常系っていう見られ方と、はい。その、なんかこう、エロゲーもこのカテゴリーに入んねんけど、エロゲーみたいにこう一山あってみたいな、はいはい、タイプと、もうガチ常に何かあるマドカマギカとかエヴァとかのこの3つのタイプに分かれると思ってて、でそのトラドラとかはこの2つ目で勝負してるのね、真ん中の一山あってとかで勝負してるタイプやと思ってて、うん、でもなんかこう3つもう仕切りがみんなの頭の中にあるんじゃないかと思ってて、というかその常にジャンル分けみたいなものが自動的になされてるんじゃないかと、うん、見るときにあたってって感じかな。うん、で、うん、なんかこうなんていうのかな、そのどれが好きとかではなくて、 この分野にもうなんかこの作品はこの、うん、例えば日常系のところに入るから、うん、別にそこに2番目が好きでも2番目の要素は求めずに楽しめるみたいな、こう区分けというか住み分けがちゃんとなされてる、うん、と思うねんけど、2個目で勝負してんのがそのだからトラドラやと思ってて、あでその2個目で勝負するとした割にはみたいな感じやな俺の中ではね。カテゴリーエラーっていうほどではないけど、うん、だからあれら熱血部分というかこうなんかちぐはぐに見えるマジキシ要素を取り除いて1個目で勝負した方が良かったのかなみたいな。あまあただトラドラはね浮き沈みになる話だからね、うん、なかなかまあ難しいなと思いますね。ある種窓かもう一回形式なんかな、じゃあ常に何かあるみたいな、まあ常に何かあったじゃん一応、なんか亜美ちゃん転校してきたら実は性格悪くて、実は性格悪くて設定とかに全部予言されてるわけだけど、まあ、あれもなんか、うん、そうやな、まあ常に何かあったけど、あり方がサザエさん的やったから、だからそれぞれが割と独立してるというか、まあとにかくトラドラはさ、本当は僕はレヴィン氏としては、うん、レヴィン氏が持ってるさ、ボーダーの、うん一部をとかある部分をさちゃんと満たしてると思ってて、うんうんうん、それは要するにトラドラって、まあ、魔法とか出てこないわけじゃん。魔法はね、うん、で魔法出てこないし、例えば金持ちのやつが突然、まあ金まあ、タイガーも金持ちなんだけど、うん、急に謎のコンセルントが現れて、うん、なんか大きく学園生活がなんか改変されるとかっていうこともな、まあ、ないっちゃないわけじゃん、うん
で全部なんか高校生の想像力の範疇っちゃ範疇で行えていくから、うん、こういうのはまあ割とレヴィン氏としては望むべきものなんじゃないの、なんかライン守ってるみたいな、うん、とはまあ、ね、いや思うんだけど、まあしかしその中で無理したらば、うん、おいおいいくらなんでもいびつやろと、うん、俺別にそこまでのものは求めてなかったんやけどみたいな感じだったのかな、うん、で逆にどうしたら、あ、どうしたらってお前が聞いたか、一応あの22話のようなものがひしめいたらば俺は神作品として認定したっていう話は聞いたからな。あ、今気づいたけど、はい、やっぱ目線の違いなんやろな。今さっきさ村上くんが言ったんって、はい、そのこんなもんだよっていうこと、いうようなことを言ってたやんか、あの年代の人間。ということは、こうなんか自分はそれより上の、まあ、分別を持っていてっていう立場から、はい、まあ言うたらペットをめでるじゃないけど可愛いなみたいな感じの楽しみ方やんか、まあ、言うたら。でも、まあそうだね、俺は完全に同じ目線で見てるよね。 お前らバカじゃねえのみたいなことさこうするべきだろみたいな、こう合理性がねえよみたいな感じの目線やんか、まあ、言うたら。そうだね、友達怒ってるのに近いからね。うん、だから目線が違って、でこれもやっぱさっきのさ3段階じゃないけど、その同じ目線で見る作品、うん、だって俺もさ、まあ、なんかトラドラはもしかしたら、じゃあ村上君の言い分によれば言い分じゃないけど、まあ、まあ、トラドラはあの上から見る作品だよっていうことだとしたら俺はおかしな見方をしてる、うん、でも俺はじゃあなんか全ての作品を自分目線で見る見方をする人なのかって言ったらそうじゃなくて、うん、あの軽音とかは別にまあなんか 上から見てるわね、まあ、いちごマシュマロとかも上から見てるわねでなんかその、はい、な俺はどこでその使い分けをしてるのかって言ったらなんかまあ雰囲気とかなんか作品に触れてみてどっちかなっていう自分の中へ自分ルールみたいなのがあって、まあ、割り振ってどっちかで見るわけやん。トラドラはだから同じ目線で見ようとしてしまったよね俺は。まあ、別に僕もさ、うん、まあ、今はなんか説明概念として納得を持つためにはどうしたらいいかっていうための理由を一つでっち上げたのに近いから、うん、僕個人的にどう見たかって言えば、うん、いやアメちゃん最高っすみたいな感じで見てたわけなのでね、うん、なんかまあそれはそれでファン目線というか、うん、同じ目線、あでもそうでもないかな、なんか大人がいない世界だからな、やっぱりそこはあんまり同一視しなかったかもね。どうだったかな。まあしかしそのなんだろうね、トラドラってさ、うん、あのいやまさに今僕あのアミちゃんのタイガーが好きなのって、うん、そのアミちゃんは頭いいところに半分足を突っ込んでるのと、タイガーはなんかこうちょっと崇高な感じがあるじゃない、うん、天使感あるね、あるね。だからね、あの二人にはどうしようもなく惹かれるんだよね。この腐ったどうしようもない世界を救ってくれ、みたいな。なんかまあ救わなくてもいいけど、なんか無理やりハッピーエンドみたいな感じが、ちょっとあってね。タイガマジ可愛いわ。なんか クリスマスパーティーの時とか、なんか、アミちゃんと一緒にさ、歌ってたよね。なんかゴスペルみたいなの。あれはちょっと、吹いたけどな俺は。なぜと思ったけどね。歌がおもろすぎて。なんか。てかやるかあんなんみたいな。なんかね、でもさ、そんなこと言ったらさ、うん、それだとやるかあんなの連続じゃない？いや、連続ですよ。だから俺結構目を覆ってた部分もありますよ。恥ずかしい。キャーとか犬が指の間からバッチリ見てるみたいな感じのことを俺結構やってましたよ。そうだよね。いや、僕もさ、まあだからそういう恥ずかしい。まあ、ほんと青春っぽい作品だと思いますよ、トラドラは。あの花とかもそうなんだけどね。ああ、そうなんですか。はい。そうなんですよ。俺今後はね、まあ、エヴァ派。エヴァ派もですけど、あの花と、あ、はい。イロハ？あ、はい、花咲くイロハ。と、何でしたっけ、シュタインズゲート？あ、はい、はいはいはい。とかは、ちょっとまあ何らかの機会があれば見ようかなとは思って。あ、なるほど。風評とか友達の要望とかによって、うん、なんとなくタスクリストに入ってるみたいな。そうなんです。いろははね、今週最終回かな。あ、まだやってるんですか。あ、そう、2クールやってたんでね、俺も驚愕ですけどね。はあ。僕は録画がたまりまくっててすっごい憂鬱なんだよね。10話くらいまでリアルで見てたんですけど。ああ、そうですね。もう新しくなるんですもんね。なります。イカ娘、はい、
あ、イカ娘行きましたね。もう俺はもう目を皿のようにしてみますよ。いや、よかった、ね、今日のために生きてきた、その日のために生きてきたと言っても過言ではない。そしてイカ娘がある限りは生きていけると。生きていける僕もまあ少しイカちゃんで癒やしを受け取ろうかな、疲れてるし最近。もう友人もわきまえたもんで、はい、その誕生日プレゼントをもらったんですけど、はいはい、そのプレゼントの一つがイカ娘のあのなんか何が出るかなみたいな7択ぐらいの、うん、7個の中から1つ出てくるみたいな、あのフィギュアが、うん、で4つもらったんですよ、はいはいはい、ちっちゃいやつで、はいはいはい、でリストがイカ娘1、イカ娘2で、偽イカ娘、あの偽 あれですよ、あの着ぐるみのやつです。あの顔がぶっさーいくらい 中の子が可愛いやつで、はいはいはい、サナエ、あ、イカ娘知ってるんやっけ。うん、知ってるよ。うん、でサナエ、はい、でエーコ、チズル、でもシンディっていう7択だったんですね。 7分の、ね、イカ娘は7分の2ですよ、はいはい、で4つもらったから1個当たるやろうと思ったら、なんかシンディ、エーコ、エーコ、偽イカ娘って出て不純悪かったね。うん、俺はもうドンキーコングばりに暴れましたけどねそれなんか持ってきた方もなんか申し訳なかったのですまなかったみたいな感じでしたよ悪いわけじゃないからね。悪いわけじゃないですけど、うん、まあまあなんか楽しそうなお誕生会でよかったですね。でまあだからイカ娘を見ます、俺は絶対に。はい、で、あ、マジ恋も見たいですね。ああ、なんか三重テレビかどっかでなんか契約が通らず放映禁止になったマジ恋ですか。え、放映禁止。あのネットで大体通るんだけど、どっか三重、うん、三重だったか東海だったかで、うん、あの審査が通らずにそこではネットしたということになったらしい。へえ。まあでも我々は見れますよね。見れます、我々は見れます、どんな過激なシーンがあるんでしょうね。そうですね。これまことしやかな噂というか、僕の友人の予想だと、うん、やっぱ宮古がオールタイムハレンチな発言をしているから、それが引っかかったんじゃないかとか、そういう推測してましたけどそういえばそうやったなあ、宮古いたな、懐かしいと思ってる。今俺名前言われてえってなって、あーってなったわ。僕もね、あの実は今ね、なんでスラッと名前出てきたか分かんないけど、その話を言い出した時名前分かりませんでした。うん、いやもう俺一番好きだったかも。ニャコ可愛いもんだって。ああ、でもワンコも双璧ですね、俺ね。ああ、ワンコね、いたね、うん。まあ僕実は、金髪クリスか。はいはいはい。クリスとかもね、結構好きで。ああ、悪くない。そう、クリス、ワンコ、ニャコはね、いいんだよね。なんかまあそれぞれキャラクター違うんだけどね、愛らしさがあるんだよね。お姉様も悪くないし。桃代ですね。うん、ということは、真由住。ジョー、名前忘れちゃったけど、彼女だけダメだと、レミシャ言いたいと、言いたいわけですね。なるほど、ね。もう、君が望む縁のあいつみたいなもんですよ、委員長みたいなもんですよ、俺の。まだまだ。そこまで言うことないだろ、あんな猟奇的な人じゃなかったよ。うん、ああ、え、まだまだ、まだまだ、え、まだまだ。あれ、委員長？委員長やから、榊やっけ。え、待って待って、そして、君の時代ってそれマブラブでしょ。マブラブです、マブラブです。すいません。君の像じゃなかったです。すいません。別にまだまだ確かに委員長属性なかった。あ、まあそうね、わかりました。探して確かに榊っぽいね。うん。いや、榊になっていいとこあんねんよ。メガネ外すと美人だし。お父さん総理大臣だし。そうやっけ？リミテッドの設定を忘れてるな。なるほど。お父さん総理大臣なんだね。榊総理みたいな。暗殺。お父さん。ガガーン。わかりました。はい。じゃあ、そんな感じで、マジ恋のメタバレも楽しみにしております。はい、え、はい、イカ娘のことを、あ、イカ娘のコーナー作りますか。わかりました。じゃあ、今日のイカ娘だね。今日、今週のイカ娘がどれだけ可愛かったかを、こう、延々と伝え続けるコーナーみたいな、作りたいな。はい。僕は文句は申しません。しらーっとした目で見てるよ。なるほど。し、んみたいな家行くぞお前怖い、はい、まあ、イカ娘の可愛さについて存分に語ってもらいましょう、はい、じゃあそんなことで今日のネタバレですか。はい、今日のネタバレでした。でした。エンディング。あれ、なんかテンション低いかと思ったら、うん、カーブでしたね。ええ、上げていきましたよ。オプーナンみたいに。オプーナンも、ええ、
なんかね、オプーナってエナジーボールを投げるんですよ、攻撃の時に。なんかその投げ方みたいなのこうスティックの方向、倒した方向で決まるんですけど、はい、アンダースローでこうヒューって上がっていくやつをよく投げてて、それをこうエンディングで表現してみましたね。なるほどね。ありがとうございます。特に褒めてないけどさあ、ということでエンディングですね。つうか、もう9月もそろそろ終わりかけですか。来週はもう10月か。今日が西向さんも来で、10月2日ですか。ああ、10月1日じゃね。日曜なんで2日ですね。あ、2日か、2日だね。ああ、すごいね。うん、うわぁ、我々はこの1年間何をしてきたのか。でもほんま、めっきり寒くなったよね。台風一報 ね、ほんま。でもなんか、それこそ昨日、おとといは暑かったとか、そういう世界なのにね。あ、そうやな。昼も暑かったでしょ、確か。うん、昼間暑い時あったわ。まあ別に急に寒くなっても不思議じゃないけどね。だって10月なんだからさ。うん、でも秋を吹っ飛ばした感じが、なんか、台風のせいですね、うん、はっきり言って。秋吹っ飛んで、なんかサンマとか食いたいねんけどな。今ちょうどいいんかな、はいはい、いいですね、旬ですね、サンマ食いたい、うん、大根をおろしてね、豆腐の上にかけて食ったんやけど、あの大根をね、なんか鍋やって先週、うん、はいはいはい、大根でも入れるかみたいな水炊きやったんやけど、なんか大根、まあなんか 2,3 切れ入れて、いや、めっちゃ余ってたんですよ。でそれ余ったやつどうしようかなと思っておろして、とりあえず食ったら、もう大根おろしってうめえな。なるほどね。で大根おろしといえばサンマとかホッケでしょ。はいはい、全くおっしゃる通りです。絶対うまいよな。うまくないわけがない。いやー、サンマはねちょっと時期外れで、うん、8月7月くらいに食ったんですけど、うん、まあやったらめったらうまかったから、今はもう神うまでしょうね、おそらく。あー、俺グリルあるから焼こうかな、魚。俺サンマ、まあ焼いてもいいし刺身でもいいよ。ああ、刺身、サンマの。サンマ刺身いけるんですよ。あんまり食わないかもしれないですけど。まあ旬の時のじゃないと厳しいかもしれないけどね。うん、俺うん、そう、食事はまあ米さ、米と豆腐と納豆はレギュラーで、他が流動的やねんけど、肉を絶対入れるようにしてるんですけど。あ、そうなんですか。焼き豚1パックとかね。じゃあ何、肉の代わりに魚を入れるとかじゃなくて、肉をはデフォで、肉を減らして魚をつけるか、肉に追加で魚をつけるかとか、そういう感じなの。いや、だから肉の代替にしようかなって今言おうと。あ、はいはい。いや、全然、まあ肉の脂切った感じっていう耐え難い魅力がありますけど、うん、なんかやっぱり魚のなんかね、魚もすごいでしょ、こう脂の乗ったこの、まあ、いや、なんか魚のさ脂の乗り方ってやっぱ肉と違くない。違うけど、いや、だからあれはあれですごい魅力だなって。あれはあれはすごい、それ僕もなんかちょっとね、そ話とかしたら唾液出てきたよ。いや、もう俺も今、実はもう俺、これ終わったら寝るんですけど、寝る前に食ったらいけないってことで腹減りを抑えて、ああ、よかったよかった。やったんですけど、食いたーきゃーよかったよかった。これから大戸屋行くよ。ああ、食いてぇ。嘘だ、行きません。大戸屋で、ねえ、あるもんね。本当はね、なんか今ね、島ホッケとかやっててもね、確かに。あるもんね、うまいのが。魚の定食で。なんか魚の定食出してくれるとこって貴重だよね、やっぱり。うん、まあ、大人の生チェーン店のわけだし、うん。高いですよね、でもね。ちょっと高いね、880円とかですもんね。うんうん、まあ、なんか、珍味、秋の味覚とかを楽しみたいとこなんですけど、うん、なんかあんまり地震とか台風が来てってそんな感じでもないのかな。まあ気分、精神的にはね。エヴァンゲリオンのさ、はいはい、あの20話とかでさ、はい、あれセカンドインパクトが起きて、2000年にセカンドインパクトが起きて、うん、それ以前とそれ以後で大きく地球の環境が変わっちゃったって話ですけど、うん、その変わる前の碇結衣と碇玄道じゃなくて、冬月構造がさ、うん、紅葉の山々をさ、こうピクニックみたいなのしてるシーンでさ、うん、があって、それが終わったなんか3分後とかに、この国から秋が消えてしまったみたいなこと言ってるシーンがあったのを覚えてるんだけど、うん、なんかこの調子だとなんか地殻変動じゃないですけど、環境変化によって結構日本とかも四季とかなくなっていくんじゃねえみたいな。
はあ、なんかいやなくならない可能性も全然ありますけど、うん、そういうさちょっとでっかい災害とか起こるとそういう想像力とか僕エヴァ好きだから働いちゃってさ、うん、なんか今味わっているこの景観とか季節感とかって結構貴重なのかなみたいな。まあ実際四季は日本くらいしかないからね。てか日本でもどうなんやろうな。なんかこう人間がこう縁取りをして四季ってまあ加担すると思うよね、その四季の形成にものすごく。いやだから人間の認識で勝手に作ってることでしょ、うん、だって、うん、基本寒いと思うよね、あの昔から日本、うん、だって、ね、暑いのって3ヶ月ぐらいしかなくない夏のね、うん、他はもうね中間とかじゃなくて寒いと思うよね。あ、まあ、確かにそうかもね、うん、でも四季が四季っていうのをこう強烈に意識して縁取りをしてるからこう四季をそんな中でも四季をこうなんか感じることができているんやと思うよね。まあ僕はなんか花とかの影響は強いのかなって感じですけどね、まあ、桜が咲いたら春でみたいな、紅葉になったら秋でみたいな、雪が、うん、まあ花じゃないけど雪が積もったら冬で、うん、暑かったら夏でみたいな、うん、だからそれもなんか縁取りをするためする便利なツールというか、まあメルクもあるですけど、うん、しかしまあめちゃくちゃ便利なわけじゃないですかやっぱり。うん、だからでもそれってこう尊いことのようにも思いますよ俺は。まあまあね、それに過ぎないんだよって言ってるんじゃないです俺は今。了解しました、うん、なんかしかしさそれはそうとして、うん、夏とかだったら別になんかビアガーデンとか行ってビール飲んだら夏感あるっていう感覚が あるね紅葉とかってさ、うん、マジでもみじ狩りとか行かないとさ、うん、そんなに満喫してる感じって、あ、こういうとか秋、うん、満喫してる感じないから、実はもう数年秋を満喫した感じないな。それはね、もう魚を焼くしかないです。やっぱ魚か。魚かやっぱ。七輪とかで焼くしかないですよ。そうだね、俺も庭で焼こうかな、魚。いや、そうですね、ちょっとまあ。うん、ちょっとお化けゴースト的にも季節とかの楽しみ方を模索していきましょうか。うん、秋ですよ読書の秋。読書はもういいよ、オールタイムしとるから、もう読みたくない本なんで俺はするべきかもね。あ、まあ、読書の秋、食欲の秋、芸術の秋。あ、芸術だな。ウカ娘2期の秋です。あれ新しい標語のような感じでしたけど、まあ、ウカ娘の未来にも期待していきましょう。はい、じゃあそんな感じで今日は、ええ、もう1時間眠らせたかったのに、ええ、半夜で行きましたね。ええ、縁も竹縄です。はい、ということで、ボケゴースト第17回、レヴィンでした。27歳になったレヴィン氏でしたね。はい、村上雄一でした。はい、ではまた来週お会いしましょう。あ、さよなら、さよなら。